皆さんこんにちは、アパレルです。今回ご紹介する商品はノースフェイスのマイクロフリースフーディーです。こちらね、前回クールネックもご紹介しましたが、今回はそのフーディーバージョンというところでご紹介していこうと思います。まず簡単にディティールとか素材なんですけども、ペットボトルを原料とするリサイクルマイクロフリースを使用したパーカーとなってまして、ポリエステル 100% の生地は肌触りが良く滑らかな着心地で、軽く速乾性にも優れています。左胸のところに施された刺繍ロゴがデザインのアクセントとなってまして、静電気の発生を抑える静電気や設計も採用されております。シルエット自体はね、結構身幅とかも、ゆとりがあるタイプとなっておりまして、もう本当にね、肌寒い時期のアウトドアシーンのみならず、カジュアルな街着としても重宝する一枚かと思いますし、しっかりとね、こうレイヤードもしやすいっていうところも、一つポイントかなと思います。フードのね、立ち方もね、結構キープできるような感じで、しっかりと立体的にフードが立っているような感じとなります。今回ですね、ご紹介している4色なんですけども、オートミールとウォルナット、ミックスグレーとブラック、こちら4色をご紹介しております。サイズもね、 ML と XL まで着用しておりますので、サイズ選びのね、参考になればと思います。でこちら実際オートミールを着てるんですけども、163cm54kg で今 M サイズを着用しております。僕のね、体型でしたら本当にね、このぐらいで身幅も、肩周りも全然ゆったりお使いいただけるぐらいのサイズ感かなと思います。やっぱりね、このオートミールっていうカラーがね、一番温かみもあって、もう本当に冬の服って感じの、印象を個人的に受けてるんですけども、本当にね、こうちょっと濃いめのアウターのインナーと差し色で使っていただいても、すごくね、映えるような感じのカラーリングとなっておりますので、コーディネートしやすいっていうところはもちろんなんですけども、1枚でもね、本当にこう主役級になれるような感じのインパクトはある、デザインかなと思います。もうそれでいてね、結構スタンダードな、シルエットとなっておりますので、そういった部分でもね、飽きのこない感じでお使いいただきやすいんじゃないかなと思います。フードのね、立ち方もすごくこう綺麗で立体的な感じで、しっかりとね、この形を維持できるような、質感となっておりますので、そういった部分もね、個人的にはすごく好きで、フードのところね、ドローコードついてないので、そういった部分のスッキリ感というところもあるのかなと思います。でこちらがもう一色の方ですね、ウォルナットのカラーになるんですけども、一番ね、スウェットの時もお伝えしたんですけども、一番こう秋冬らしいカラーリンクとなってて、本当に温かみのある感じのブラウンとなっております。普通のブラウンよりね、ちょっと明るめな感じになりますので、ちょっとね、こうカジュアル感はすごく強くて、本当それでいて、ちょっとね、こう温かみもしっかりと出してくれるようなカラーっていうところはね、個人的にもうオートミール同様、この2色っていうところがね、個人的には推しのカラーとなっております。でこちらも同じく M サイズを着てるんですけども、やっぱりね、濃いめなパンツとの相性はもう抜群にいいかと思いますので、黒とかね、本当に紺とか、デニムもそうなんですけど、そういった部分のね、ちょっとこうカジュアルなパンツとの色合いと相性はめちゃくちゃいいかと思いますので、普段使いにはね、非常に使い勝手のいい、お色なんじゃないかなと思います。なんとなくの印象なんですけども、オートミールよりね、個人的にはちょっとこう可愛くなりすぎないっていうところがね、一つこのウォルナットの一番のメリットなんじゃないかなと思いますので、そういった部分も含めて、大人の方でもね、ちょっとこうカジュアルダウンするには、お使いいただきやすいカラーリングじゃないかなと思いますので、気になる方はね、こちらぜひぜひチェックしてみてはいかがかなと思います。本当にね、丈もね、そこまでめちゃくちゃ長いってわけではないですので、もう本当に程よく今っぽく着れて、それでいて流行り廃りないっていう、このね、絶妙なこの中間のサイジングっていうところがね、やっぱり長く着れる秘訣なんじゃないかなと思いますし、見た目以上にね、1枚で本当に暖かいですので、すごくね、こうちょっと11月とかぐらいでしたら、全然これが一番上に着ても、暖かくお過ごしいただけるんじゃないかなと思います。でこちらが3色目の、ミックスグレーですね。これね、普通のグレーよりね、ちょっとこう木グレーに近いような、感じのカラーとなっておりまして、あんまりね、こうスウェットっぽい感じになると部屋着感がね、すごく出てしまいやすいですので、そういった部分だけね、こちらのグレーのカラーに関しては注意が必要かなと思います。それを防ぐって言ったらちょっと大げさなんですけども、ちょっとね、パンツの素材をこう変えてみたりとか、もちろんね、綿パンでも全然いいんですけども、ちょっとこうスポーティーな感じにしてみたりとかで、合わせていただくと、少しね、ちょっとこうスウェット感というところが
若干でも軽減されるんじゃないかなと個人的には思います。まあ、どうしてもね素材上そこまでめちゃくちゃ耐久性が強いってわけではないかと思いますので、まあ、毛玉になるというよりかはねちょっとこう毛が寝てしまうようなちょっとテカったような感じになってしまうんじゃないかなっていうデメリットはねまあちょっとあるかと思うんですけども、やっぱりねどうしても、メリットデメリットっていうところはね生じてしまうかと思いますので、まあ温かみのあって、まあ、速乾性もあって、まあ、使い勝手の良さを含めたら個人的にはまあ全然ありなんじゃないかなと思います。まあ、グレーもねちょっとこうインナーの差し色で使っていただいたりであったりとか、中に着てるねちょっと白とかをねちらっと見せていただくだけでもねまたねこう雰囲気が、まあ、コーディネートにねちょっとこうメリハリができていいんじゃないかなと思います。でこちらね黒なんですけども、これはね本当に定番的な感じで、まあクルネックの時もお伝えしたんですけども、やっぱり一番こうちょっとホコリとかが目立ちやすいカラーとなっておりますので、まあその辺の部分でねちょっと若干好き嫌いはあるかとは思うんですけども、まあその反面こう使い勝手の良さと、ちょっと引き締まった感じというところはねしっかりと出してくれるカラーとなっておりますので、まあ個人的には全然好きな色なんですけども、やっぱり今回ご紹介している4色の中ではオートミールとウォルナットが、この2色ですね、まあそちらがね一番いいのかなと思います。でこちらがねちょっと一番大きいサイズの XL を着てるんですけども、やっぱりここまで来るとね袖丈であったりとか、まあ身幅はそんなに気にならないんですけど、特に肩周りのとこですね、腕のところがやっぱり結構生地が余ってしまいますので、まあこういう感じになってしまうと少しこう着られてる感じっていうところは強く出てしまうんじゃないでしょうか。まあ XL でしたら本当に180後半のぐらいの方でもね全然余裕で身幅とかも着ていただけるぐらいのゆったり感だと思いますので、まああんまりねこうオーバーサイズでどうこうっていうよりかはもう基本的にはジャストサイズを選んでいただくのがこちらのパーカーと、まあ、丸首もそうなんですけど、間違いないんじゃないかなと思いますので、そういった部分も含めてねサイズ選びの参考になればなと思います。やっぱ黒黒でもねやっぱかっこいいですよね。こうオールブラックでもちょっとこうパンツと素材感を変えたりとかでお使いいただいても、またねこれはこれで引き締まった感じでまとまった、コーディネートができるんじゃないかなと思います。フードかぶってみたんですけどもね、しっかりとこう顔を覆ってくれるような感じで視界もキープできるようなタイプとなっておりまして、まあわりかしね個人的にはちょっと大きめなパーカーとなるので、本当にかぶった時もねすごくこう耳元も温かくしてくれるかと思います。でこちらが前回ご紹介した丸首の方ですね。やっぱりね丸首になるとね顔周りがねすごくスッキリお使いいただけますし、レイヤードしてもねこうちょっと顔周り、もたつきにくいような感じとなっておりますので、これはこれでね本当にシンプルで、スッキリ感がある方がお好きっていう方はこっちの方が、個人的にはおすすめかなと思います。まあやっぱりねパーカーにしてもこのクルネックにしてもそうなんですけども、どうしてもねこう滑りが悪いですので、裏地がついてないアウターを着るときに関しましてはどうしても、着るときにね腕周り肩周りがねちょっとこうもたつきやすいですので、その辺だけまあ一つ注意点として覚えておいていただいてもいいのかなと思います。はい、ということでですね今回ご紹介してきましたノースフェイスのマイクロフリースフーディーですね。クルーネックよりねちょっと1100円高くなってしまうんですけども、まあパーカーついてる分ね本当に1枚でしっかりとインパクトもあって主役にもなってくれる、アイテムかと思いますので、気になる方はぜひこちらもチェックしてみてはいかがかなと思います。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも、この動画がいいなと思っていただければ高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。まだまだねアウターであったり、新しいねパンツや、シャツとか、まあ、その辺もろもろ含めて秋冬ものをどんどんご紹介していこうと思いますので、そちらも合わせてチェックしていただけると嬉しいです。ということで次の動画までまた、さようなら。